やっちゃってください兄貴。ロッテリアの喫煙所、人狼ゲーム始まりそうでやばい。世界一周した友達にどこが一番良かったって聞いたら、箱根かなって言ってた。しけー。でかい洗濯バサミを作ってみたけど、何を挟んでも可愛げがあって大変良い。ナイル川のナイルは現地の言葉で川という意味って話は有名だけど、調べてみたらガンジス川のガンジスも川だったし、インダス川のインダスも川だったし、ドナウ川のドナウも川だったし、オノリコ川のオノリコも川だったし、メテム川のメテムも川だったし、メコン川のメコンも川だった。花火すごっ。このグラフ印象操作すぎておもろい。女に家と書いて嫁なんて、女は家にいろってこと？甘すぎる。夫なんて人に二重取り消し線やぞ。ハロウィンの仮装作ったけど、めちゃくちゃ迷惑そうな顔してくる。ばあちゃんの家のテレビが壊れてキモいことになってる。塩男パーマかけてる波平まだ面白い。集まれ動物の森の反対語は消え去れ人間の都市アンミカ。レゴで茶碗蒸しができたよ。私は悪い大人なので、週に1回はご飯食べながらゲームしていい日を設けてるんですが、これはそれ用のゲーム飯です。教師として威厳を失った日。拭いてやるから気をつけて帰れよ。任天堂が置き時計を発売しましたが、私が以前 DIY した置き時計もご覧ください。フローリングにちっちゃい粗品が寝とるみたい。そこにいて何がおもろいん？なぜ前に進めないのか、彼が理解するのはもうちょっと先のお話。具材ちょっとはみ出ちゃった。ろくでもない落書きかと思ったらろくでもあった。バカうるさくて死ぬ。おじいちゃんからの留守電、普通に彼氏かと思った。遠近法をガン無視してる篠原。社長やってた父から教わったこと、教育担当にしちゃいけないのはルールを守らない人、大仕事を任せちゃいけないのは協調性がない人、お使いを頼んじゃいけないのはサボる人、偉くしちゃいけないのはケチな人、雇っちゃいけないのは嘘をつく人、全てを兼ね備えたのが我が息子。人生温室時計が不正アクセスの被害に遭ってしまいました。長男作つままれにゃんこ。過去のやつですが、抜け毛の量を自慢したいのです。勝手に猫用ドア制作すな。最近ずっとガタガタしてるなと思ってたら、匠のリフォームしてました。影ではない。これは人間を舐めすぎだろ。カンガルーは群れで行動する動物なのですが、ふと振り返るとアイドルグループのようなフォーメーションを組んでいる時が稀にあります。太郎の尻尾は大人気なんだぜって話しかけたら、やっぱりどう考えても太い。英語の実定、リスニング分かんなすぎて暴言書いたら CPU 誤作動起こして豆もらった。一匹おかしくて笑った。こんなところで最近の迷惑メールは適当すぎるだろう。
落ち武者や。ありえない単位出てきた。だから座り方変だって。妹にバンを10分教えた成果を記録しようと思ったら背景がすごい騒がしい。じいちゃん行くよ。バンバンバン。これ地味に大谷の顔史上一番おもろい。パノラマ失敗例。ココスのお化けパンケーキ食べてきた。想像の50倍くらい人間を恨んでる悪霊来た。道路に水で呪術廻戦のゲトを描いてるおじさんいたんだけど、めちゃくちゃうまい。信号待ちの時は追いかけっこしない兄弟、まだ面白い。石川。東山動植物園の尻尾が重いレッサーパンダアメリカンドッグ見て。うさすいすんな。妹バッテリーが上がるをなんか勘違いしてる節あるな。デートにおけるおごりおごられ論争についてはうちの妻が言ってた。どっちが払ったか覚えてるような会食をしてるからそんな論争が発生する。全員酒が足りないというのが結論だと思っています。地味ハロウィン2024強盗。エアコンレスの部屋とひと夏を共にしたアルフォートが出てきた。カラカラ瀕死。おじいちゃんからの留守電普通に彼氏かと思った。コーヒーを飲もうとしたら猫がいた。あつ森やめます。鮭の切り身っぽいなと思ったらそうだった。フワちゃん。練乳開けるの下手すぎて最低になってしまった。ギター歴7年の僕から見ても。学祭の模擬店で地面師っていう店出してハリソン山中の格好で焼きそばを売ってる人がいたから、ハリソン山中みたいなこと言ってもらおうと思って。この焼きそばどんな方法で作ってるんですかってかなり丁寧に振ったら、あのソースか塩で作っててって普通に喋り始められて何も買わなかった。乱視って世界どう見えてるの。わい。おい、俺が AI の発展を遅らせてる間に逃げろ。落ち武者や。ディグダの個体差がすごい。これは厳選しないといけないな。髪型調べてたらなんかジョージ出てきて、くそ。これは脈ありかどうか正直に教えてほしい。忖度はいらない。好きではある。